今日も爆乳天使が下界のために ASMR をめぐみに華麗に登場。いやこいつは中つくタイプの天使っすわ。耳をちょちょいと刺激してあればゴロッと落ちるんだからちょろいもん。悪魔以下のデスの匂いがするぜ。先輩それ捕まえてくれ。入魂の一作が突如走り出したんで。あの躍動感は確かに魂が入ってるわ。あと少しで完成。俺は今が一番油が乗ってる。油絵だけにな。うるせえのはそのパイパイだけにしとけ。おっとそこは行き止まりだぜ。見分けがつかない。匂いで判別できるはずです。油絵って独特な匂いするもんね。のフレーバーも加わって強烈なんすよ。もう触りたくないんだけど。断末魔かな。夏希大丈夫か。うわ絶対これだ。やばい、なんか手が震えてきた。ふい、やっと手の震えが止まったわ。よし、ここに最後の一筆を完成だった。けどお前があとは落札者に送るだけっすね。嘘、誰が買ったのそれ。それあー君、私が仲介してもっと高値で売買してあげるからこちらによこしてくれるから。そこらのパパラッチに真っ当なビジネスができますまい。頭脳明晰な私に委ねるのが吉だよ。おー、そのミニマムのお店でビジネスなんて単語よく出てきましたね。他人の袴で不慣れな商売するよか、その不釣り屋に育ったブルーンバストで一発稼いだらよろしい。いい頃話せよ。話すのはそっちです。あいやーさせ大事な商品が手違いでくせえ紙切れによろしければなんですけども、もう一度書いてもらえると。こちらもちょちょいとね。それでみんなガッポガポでウィンウィンですよ。もう持っていたのか。ん、なんて。この大城真城が金やチヤホヤされるために絵を描いてると思っていたのか。はい、ミキサー。さあ芸術の時間だ。私は見てもらうために描いてる。なにそっちを見るな。やっぱ JK 素材の芸術眺めながら決めるやつはうめえな。